養老律令は古代日本で757年に施行された基本法令。構成は律10巻12編、令10巻30編。大法律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能した。しかし、平安時代に入ると現実の社会、経済状況と祖語をきたし始め、平安時代には、 格式の制定などによって、これを補ってきたが、平安中期までにほとんど形外化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治新期まで存続した。制定内容の資料が未発見である大法律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して、概要を捉えている。701年、藤原夫人らによる編纂によって、 大法律令が成立したが、その後も、不人らは、日本の国情により適合した内容とするために、律令の専修作業を継続していた。三大格式の公認格式によれば、718年に、格十貫の律と礼が、藤原不人により支援されている。ところが、720年の不人の死により、律令専修は一旦停止することとなった。その後、 後見天皇の治世の757年5月、藤原仲丸王の指導によって720年に先週が中断していた新律令が施行されることとなった。これが養老律令である。旧大法律令と新養老律令では、一部に重要な改正もあったものの、全般的に大きな差異はなく、国や表現、法令不備の修正が主な相違点であった。ただし、 この通説に対しては、近年において、江本純一は、大法律令から、養老律令への改正を一部等風化による乖離を、含むものの全体的には、日本の実情に合わせた大規模な改正が行われ、養老律令によって、内容、形式が整った法典が完成したとする新説を、唱え、以後両者の際に関する議論も行われるようになった。以後、桓武天皇の時代に、 養老律料の修正、追加を目的とした算定律令、算定律料、算定霊革の制定が行われたが短期間で廃止となり、以後日本において律料が編算されることはなかった。明治維新後、明治政府は1868年に仮計律、1870年に新律綱領を制定した。律料のうち、律の部分のみ改正した法といえ、これは、 律令制への復古と武家法、監修法などを用いて実際の状況に対応する両方の面があった。1873年の法改正改定律令から従来の慣令と異なるヨーロッパの刑法制の導入が始まり、1876年には律から管理の職務処分が切り離された。1880年に制定された休憩法で従来の 律から近代法制である、刑法へ、用語面でも置き換わることになった。養老律令それ自体は、戦国時代までに散逸しており、現存しない。しかし、例については、律令の注釈書として、平安前期に編纂された、例儀下、例周下に、倉庫例異質例を除くすべての例が収録されており、復元可能となっている。また、倉庫例一室例も、 多文献の一文からほぼ復元されている。律については多くが散逸しているが、一文収集が精力的に行われ、その修正が国主体系にまとめられている。これにより、復元されている律は命令律、守る金律、職生律、続投律、そして投章律の一部である。これに先立つ大法律量は全文が散逸し、 一分文も限定的にしか残存しておらず、ほとんど復元されていない。大法律量の内容は、養老律量から推測されている場合も多い。律量研究には、復元された養老律量が非常に重要な位置を占めている。現存する律の一部、及び例全体の注釈としては、日本思想体系の第三管、律量がある。養老律量は、 大法律令と大きな相違点はないため、養老律令施行後もそれ以前と変わらない政治運営が行われたとみられ、律令制止上の大きな意義は特にないとされている。養老律令の意義は施行当時の政治状況と関連づけて理解される。養老律令は先週途中の律令であり、あえて施行する必要は特になかったはずである。事実、 養老律令を施行しようとする動きは757年まで見られなかった。757年当時の政治状況を見ると、それまで中央政府に君臨していた勝武上皇が756年に没し政府内で複数の勢力が主導権争いを始めていた。その中で藤原中丸が後見天皇と連携して急速に台頭し始めていた。 これらの状況から、養老律料施行の背景には、両者共通の祖父である不婦との成果を活用することで、不婦との政治を継承することを宣言するとともに、後見、仲間ろ政権の安定を図ろうとする政治的意図があったと考えられている。一方、大法律料の施行から、半世紀が経過して、律料国家の定着していく中で、 より日本の実情に合わせた律令制への再構築の一環として行われたとして積極的評価をする説もある。また法令としても近世に至るまで法体系のモデルとして依然として参照され続けた。江戸幕府のくじ方を定め書きは編纂にあたって武家法の先例はもちろんのこと養老律令や律令の本家である当野民の法体系を 宣例として参照している。律は現代でいう刑法にあたる。当例と日本例では、編目の大幅な組み替えもあり、順序もかなり違っている。また、条文内容のかなりの部分が、日本風に改められている。野村忠夫、養老律良公、国史大辞典14吉川博文館、1993年。富人らの下で、山和の将あず人ら法律家による、 編纂長原慶に監修、岩波日本史辞典、岩波書店1999年、祖父の功績を称えるために施行した。長原慶に監修、岩波日本史辞典、養老律令の交算章。岩波書店1999年、江本淳一、養老律令史論書集、日田一郎、律と刑法の間、刑法全史演望、井上昌人先生古希祝が論文集。 ありがとうございます。